ラインナップメンバーです。庄司、フィッツジェラルド、新井、それからアーノルド、前回チャンピオン岡田、青木浩平という6人でした。庄司のその脱落の瞬間の残念な表情。さあ決勝こうなりました。カラーボールが決まる。この辺を落とさないのがやはり青木浩平。そうですね、もうね、彼はね何回も経験してますからね、はいはいはい、ただ今までは予選を突破できなかったという、まあ、いわば七不思議があるわけですが、ここは相当ね、あのこの決勝戦前に場内で進行していた森アナウンサーのマイクロフォンに対して、これで勝てなかったら来シーズン以降はスリーポイント出ませんって自ら退路を立って臨んだわけです。ただこれであの1分間なんですけれども、かなり時間がある状況でこちらに回り込んで、結構場内ワクワク感高まりましたね。この時点でコンスタントに投げてまだ時間がある。さあラスト5投、ね、時計見ながらこうね打ってますよね。余裕ありましたね、はい、これでラストカラーボールというスリーポイントコンテストの決勝。この正面でかなり決めたぐらいで、あ、これはもしかして、いや本当ですよね。ちょっとざわつき始めました。この辺からこれが決まったぐらいからいやこれはもう最後の最後で分かんなくなりましたからね、はい、ラスト1投、これが入れば金が優勝だったんですよねというわけで青木浩平が見事にスリーポイントコンテスト優勝を果たした、その模様をハイライトでご覧をいただきました。改めておめでとうございます。ありがとうございます。スリーポイントコンテスト取った、改めて今の気持ちは。いや、あの時はすごい気持ちよかったんですけど、ちょっと試合始まって3本連続で落としてるんで、すごい反省してます。さあ、そしてゲームの方は青木さんは前大会オールスターゲーム出場ですけども、今年はどんな思いで向かってますか？いや、やっぱりね、これだけのお客さんの前でプレーできるっていうのは本当幸せなことだし、あのすごい感謝の気持ちでプレーしてます。この後見せたいプレーというのは、フリースロー、丸込め君だ、丸込め君だ、丸込め、丸込め、というチームワーク抜群のウエスタンカンファレンススタイルからお伝えしました。この後フリースロー見られるんでしょうか。ありがとうございました。そうなん